こんにちは、チョメです。今日は、マリオカート7をやってみようと思います。クラブ、ニンテンドークリエイタープログラムでね、ちょっとね、あの、認証したからね、ちょっとやってみようかなって思う。で、普通なら面白くないから、あの、リーダレとか使わないで、軽量級縛りでいこうかなって思います。で、もう一つの縛りが、あの、一周遅れでやってみようかなって思います。 じゃあちょっとね、あの一周、コンピューターがね、一周するまでお待ちください。一応ね、あ今日はね、一周遅れ縛りね、下クリックするとこうなりますね。ちゃんとョメって書いてるでしょ、名前。えー、っと、ここね。 ちょっとね、多分ゲーム音は入ってないと思う。ゲーム音が入ってない理由は、ちょっとね、いろいろあるのよ。ちょっとずつね、設定をやっていこうかなって思うさあ、ピーチは早いなピーチが来たか。ょめです。ちょっと一周遅れしますよ。ピーチが瞬間、過ぎた瞬間に、ここか。よし、行くよ。ここからね、スタートしてね、1位を目指していきます。いやー、久しぶりだな、やるのが。 これどうしようスター使った方がいいのかなもう最初から。どうしようかなどうやって攻めればいいんだろうねこの場合。まあ、ここで交換でしょうね。パワフルか。じゃあ、ここで使っとくか。しゃーないから。<laughs> これでは、やっべえ、下手くそになってる。めちゃくちゃ下手じゃないか、自分。いったな。 キラーか。あ、ちなみに、マリオカテセブンのキラーは、へん、あの、へっぽこです。<laughs> このように、遅いです。ちょ、早く切れろよ。オッケーオッケー。勝てるかなわあどうしようかな、これ。これはね、一応ね、アイテムを取りながら、ショートカットいきます。<laughs> 最悪。<laughs> キラーか。実況になってるかな今日ね、テスト感覚でもやるからね。テスト感覚ね。ちなみに、 ここあるでしょここ。これね、ここをやったらね、順位でね、こうやっていいアイテムがね、取れます。<laughs> パワフルが取れました。<laughs> これね、オンラインだとできないんだよね。で、パワフルの使う場所って言ったら、やっぱここがいいよね。ここだと、ギリギリね、ショートカットできながら、あ、やっべまあ下手くそやなこんな感じでできます。1位でゴール。じゃあ次も行きますね。いや、<laughs> 下手すぎて泣けるわ。 次のレースではまたねコンピューターがね一周するまでねお待ちくださいうま <laughs> い下手とかあまり気にしないでちょっとね今回ねクラブに n 任,任天堂クリエイタープログラムに登録したからちゃんとそれが反映されるかっていうのとそういうのを見るだけだからねこれ思ったんだけどさ いや何でもないよ。あちなみにオンラインだとこうやって止まってたら回線エラーになるからダメです動かないといけない逆走しても回線エラーになるからねまあねワイルドレッドとかは使わないよ <laughs> あの縛ってやるわ うん、ワイルドレッドとかの方が早いよ。実際。よーい、スタートさあ、こっから目指していきますよ。一発撮りだからね、どんなに下手なプレイしても投稿するよ。テストだし。さあか。ここ2枚撮りができます。で、ここね、ジャンプ台に乗らない方が早いです。で、正義、あのー、で、最初なんでね、コインを取っていきます。で、ここもショートカットができますね。でも1周目だったらね、わざと外に回って、 あのコイン集めをしてもいいですね。ちょっと待って。また気楽でこうやって感じで、ここで使うか。キラーか。いや、マリオカートの実況も難しいな。昔やりたいと思ってたんだけどね。おいいね、いいね。コンピューター相手か。本来なら、あの、アイテム交換で使ったりするのがいいんだよね。ここでタワフルか。 きのこ3つが良かったな。切れないよな。あ、デラックスの場合は、あれ、パワフルダッシュキノコの切れるタイミングとか分かるからね。で、これ、ワイルドレッドだったら、場合によっては、壁にぶつかった方が早いっていう可能性もあります。可能性っていうか、早いよね。おいやいやいよいいで、ここもワイルドレッドだったら、あのここの草地に入った方が早いよ。 お,いお前らやるな <laughs>、まあ、コンピューターだから余裕だね最後まで。うんでここね本来左行けるんだけど上の方が早いです。上に行ってこうやって斜めに行った方が早いです。あのキのコのねキノコとかあったら左の方が早いんだけど何もなければ下の方が。で坂道はジャンプした方が微妙に速くなります。 大丈夫かな着地ドリフトとかちゃんとできてるか <laughs> 久しぶりすぎてわかんねえぞ。っていうか、ワイルドレッドだからさ、普段は自分。コバレ派なんだよね。コバルトレッド。だから、軽量級ちょっと苦手っていうのもあるけど。ぷくぷくラグンカー。<laughs> どうだったかなこれ。できるかなショートカット。久しぶりに。うん。あ、これね、2種類あるんだよね。最後の。ジャン、あの、グライダーから、 あのブーストかけていく方法とまあいいや入水ブーストとかできるかな <laughs> まあいいやそんなガチでやらなくていいかじゃあ今回もね普通に1周遅れやりますよはいよ来いはい、よこいこれカットしよっかな早送りしといた方がいいのかねうん録画できてるよなちゃんとちょっと録画テストだもんあるからねこれ今回 で、ちなみに新しいパソコン、未だに使ってないです。<laughs> ちょっといろいろな問題があって。あと、音も入ってないから、音はどうにかしようと思うはなちゃんが今回来たか。さあ、誰が来るはなちゃんが1位だ。よーし行くぞ。よし。ここね、できるかな久しぶりすぎて。<laughs> ここね、こっちの方が早いんですよね。<laughs> いやー、勘弁だわー。ー 通れるかちゃんと通ってるオッケーオッケー。<laughs> できてるな。あ、やっべえ。赤炎が出せなかった。入水ブーストはいやー、できてないな。忘れちゃったやり方。サンダーか。あー、やべえ。ここ、ジャンプアクションしない方が早いです。ジャンプアクションしない方がいいよ、今んところ。まあいいや。で、ここは、あ、下手だ。<laughs> キラ、キラ。キラ、キラー泣きそう。ここでのキラーは泣きそうですね。こんな感じですね。差がついてきた。おいなんでそっち通るキラわざわざ遠回りしないでくれ。あ、じゃあ、上行ってみよっか。試しにこっち。ここね。お嫌な予感がする。大丈夫か大丈夫かなくなるよね。ここはね、こうやってやって、できるかな久しぶりで。これタイムアタックだったらやるんだけどここで、<laughs> できなかった。勘弁だな。あそこでね、一回。 スタートかけていくって方法があるんだけどね。タイムアタックだったら、そうやってやってる人が多い。でも本来は右の方が、右の方っていうか、やってる人が多いね。大丈夫今回、勝てないんじゃないおいやば。あそっか、アイテム2個持ちできないんだ。7は。<laughs> まあいいや、1位縛りとかじゃないからいっか。あいいね、いいね。おい <laughs> これはいけるんじゃないやべえ、またやってしまった。 ああ、よーきよきよきいたった一。うん <laughs> だな、これ。大丈夫、実況なってる、これ。いやー、怖いな。ワリオカートを実況してる人ってすごいよね。うん。はあ、一発取りでちょっとしてますわ。あ、これちなみにキノコカップ。で、最後はヘイフォーカーイバルですね。これ私初めてやったときね、ここ激ムズだったわ。うん。 ここは大丈夫でしょう。一周遅れ縛りって。でもコースが短いと一周遅れ縛りって結構厳しいんだけどね。ここコースが長いからね。多分大丈夫でしょう。大丈夫。<laughs> ちょっと後で画像を見直すけど、画像っていうか録画見直すけど、録画カクカクじゃないよね。カクカクだったらやっぱ新しいパソコンでやるしかないよな。うん ちなみに、マリオカート8デラックスはカクカクでしたね。うん、なんか変なのが出るな、たまに。右下に。こ大きさとかどうやって変えるんだろうね。おお、これ。何今の音。カチッって言ったけど。さあ、そろそろ切るよ、デイジーちゃんが。デイジーが。 来ました横を通ったのでいきます。あちなみにピンピンしてもあまり効果ないです。坂道は速くなります。マリオカート7の場合はね。8の場合は逆に遅くなります。で、速算使うわ。サンダーってね、一度出たらね、あの、何秒だったっけ何秒間は再度出ないっていうのが7ではあるんですよね。だからこの場合は使います。で、ここはブレドリをね。あ、ブレドリっていうのはブレーキドリフトね。 押していきまーす。で、これはテイクジャンプアクションをします。<laughs> やっべぇ。<laughs> ちょっと上に飛びすぎた。キラーかー。まあ、ここで使っとこう。よし、いけいけいけ。おわわりするキラーさん。いやー、7のキラーはあまり、おいおい,おいあまり好きじゃないな。で、ここはこっちの方が。い、生きるか大丈夫だよね。 インあるからインをついていてく感じあそっかアイテム2個持ちできないんだここブレーキドリフトねここ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 でブレーキドリフトするちょっと早いよでここテイクでジャンプアクションも少し遅めにやりますここは、うん、今回ねこうやってさっき測算したでしょだから雷出るようになったよね <laughs> 本来はねあの 対戦だったら、アイテム交換の時とかに、多分した方が、多分一番効果的。あと、あのね、まあ、あ、ここか、いいね。まあ、悪くはないよ。ちょうどいい感じになるでしょう。あ <laughs> やっべ、あえたくそ、たくそがばる。ね、ちょんと、交換できるでしょ。7あ、あこれね、ラッキー7っていうのはね、マリオカート7の、あれですね、セブンバージョンですね。こんな感じに見えますね。 どうななっっててるおボム持ってんなまあ、草、使っとこうか。あやべ1位になれんだ。おっ、ああ、最後は2位だった。<laughs> ちょっときつかったか。ミスったな。では、今回ちょっとね、録画のテストも兼ねてね、ちょっと実況やってみました。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。 じゃあねバイバイありがとう。次回続くかどうかは分かりません。<laughs> それでは失礼します。ありがとうございました。失礼いたします。ちょめでした。